These guys are freaky. Folks are going to go to jail, unfortunately. Look at us. A crazy fan has run out onto the court. このチャンネルではたびたび海外ならではのバカげた NBA ファンをショート動画でご紹介してきましたが、今回の動画では NBA ファンの行き過ぎた行動を長編動画でお送りしていきます。日本では決して見ることのない規格外のバカげたファンたちの様子をご覧ください。この最初に紹介するファンは、選手に危害を加えるような危険な人物です。彼がカイリー・アービングに対して取った行動は、最長10年もの刑期になりうるものでした。2021年のプレーオフ期間中、カイリーはアウェーゲームながらもセルティックスを好き放題かき回していました。彼がコートを後にしてロッカールームへ向かう途中、一人のセルティックスファンが行き過ぎた行動に出ます。Somebody tossed a water bottle and it nearly hit Kyrie as he was walking.To the tunnel. Tyler Johnson noticed it, and the Nets began to point out who it was in that section. この直後、このファンは逮捕され、暴行罪で起訴されることとなります。暴行罪ということは、アメリカでは最長10年の刑期に服することになりますが、こんなひどいことをされたのはカイリーだけではありません。また別のファンは、カイル・ラウリーに不適切な行動をとりました。するとこの男性ファンには50万ドル。日本円にして6700万円の罰金が課されたといいます。2019年 NBA ファイナルのラプターズ対ウォーリアーズ戦でのシリーズで、第3試合の第4クォーターでのこと、カイル・ラウリーはボールを追って観客席に飛び込みます。すると起き上がろうとしたその時、観客席にいたファンから目を疑うようなひどい扱いを受けます。 This is what Kyle Lowry was talking about, that he was pushing. You see there that guy with the left arm pushing him.As for that fan, there's no place in him for that. You know, he had no reason to touch me. He had no reason to reach over two seats and then say some vulgar language to me. There's no place for people like that in our league. And, you know, hopefully he never comes back to an NBA game. そして、事態はさらに悪化します。というのも、後にこのファンがただの一般人のファンではないことが判明したのです。その男とは、あろうことかウォリアーズの共同オーナーであるマーク・スティーブンスだったのです。この事実が判明すると、NBA 関係者は激怒します。He should be banned from all NBA games. 1000%. You would never do that if you didn't feel you had the security blanket of knowing he couldn't retaliate. The definition of that is a straight punk. Fans on people, man. Guys out there playing hard. Finals. Right. That was insane. Regardless of the game, it don't matter. すると激しい反響に応えるようにその翌日。NBA はマークを1年間ウォーリアーズの関連施設への立ち入り禁止処分を明らかにし、さらに50万ドルの罰金を課したのです。しかし、オーナーだけが暴れたわけではありません。というのも、ある海外の YouTuber が NBA ファイナルを脅威にさらしたこともあったのです。その YouTuber こそが、ビターリ ZD テレビというチャンネルを持つ YouTuber で、1000万人の登録者がいます。この人のチャンネルを見てみると、ありとあらゆる種類のいたずらをしている動画がほとんどです。例えば、車に生卵を投げつけたりするものから、知らない女性に近づいておならをしたりするものまであります。そしてこの男はサッカーのワールドカップでストリーキングをしたことでも有名です。そのビターリが2016年、自身の才能を NBA で披露しようと考えていたようでした。彼の計画は2万人の観衆が見守る NBA ファイナルでストリーキングをするというものだったのです。本当にどこまでもクレイジーなやつです。こんな馬鹿げた騒動を起こしておいて、この男にはかなりの罰を受けると思った方もいるでしょう。しかし、ビターリはわずか1000ドルの罰金を課せられ、一夜を刑務所で過ごしただけであっさりと釈放されてしまったのです。次に紹介するファンは、ちょっとおかしな行動が全米にさらされることになってしまったのです。2016年、ある試合中にコービーはアームスリーブを観客に投げ入れました。すると数名のファンがエキサイトしてしまいます。There he is, throwing the sleeve into the crowd. Fight for it, dude, if you want it. Oh, he obviously didn't want it. No, he didn't. He didn't. Is that guy checking out the aroma of the sleeve? Please tell me no. No. Yeah, he is. No, no. No. No.
No. Don't do it. Oh, goodness gracious. What is wrong with you? 大好きな選手の匂いを嗅ぎたいという気持ちはわかりますが、公の場でのこの行為は控えるべきだったのかもしれません。しかし、ファンによっては行動が気持ち悪いが度を超えて物騒なレベルまで行くものもあるのです。NBA 界のレジェンドがファンにストーキングされていたということもありました。そうです。このドリー・メイヤーズという女は政治家であり、マジック・ジョンソンの大ファンだったのです。2020年の12月、ドリーは納税者のお金を盗んだとして逮捕されました。これだけでも十分クレイジーなのですが、これには続きがあり、この盗んだお金をどのように使っていたかが驚愕なのです。というのも法廷で明らかにされたのは、彼女が納税者からの2万7000ドルを使ってマジック・ジョンソンをストーキングするために世界中を飛び回っていたということが明らかとなったのでした。Ms. Myers claimed to law enforcement that actually she paid for the trip to Newark, where she then flew to Greece because somehow she was hoping to stall Magic Johnson. この女性はマジック・ジョンソンへの気持ちがくじかれました。しかし、ブルズファンほど踏み外してはいませんでした。1992年、ブルズは2連覇を果たし、ファンたちの盛り上がりは最高潮へと達していました。そのファンたちは試合後シカゴの街へと繰り出すと、羽目を外します。For the time being, though, we must tell you, it appears that this crowd is building here at Russian Division. And for the time being, the 90 Chicago police officers assigned to this particular event are just having to stand back and watch.するとこのファンたちの騒ぎはどんどんエスカレートして、夜明けまでに1000人のファンが逮捕されることとなります。そしてこの暴動でシカゴの街は1000万ドル相当の損害を受けたのです。そのためこれを機に、街は年間数千万ドルというお金を使って警備員の増員をし、さらに PR 動画を作ってファンが暴動を起こさないよう呼びかけをするようにもなったのです。We've been working hard all year to bring the championship back to Chicago. Here's Jordan! Nice goal by Jordan!Just like last time, we're all in this together. If we win, celebrate our achievements with style and dignity. This is Chicago's moment to shine. Let's show the world how to do it right. このファンたちは頭がクレイジーな奴らばかりですが、次に紹介するファンは突然意味不明な暴言を吐き、レブロンに難癖をつけたのです。Hey, watch your mouth, woman!Watch your mouth, woman! 全くひどいものです。しかしニックスファンがやったことはまさに正真正銘の意地悪で、この人たちはトレイヤングに異常な嫌がらせをしたのです。2021年のプレーオフでニックス戦に臨むためトレイはニューヨークに降り立っていました。そして試合初っ端からトレイはアリーナにいるファン全員を敵に回していたのです。 Last 3 years, they're psyched to be back in the postseasonAn obscene anti-Trey Young chant erupts. するとこのゲームの後半でトレイはちょっとした仕返しをします。それは同点で迎えた残り時間わずか5秒という時に起こります。Let's see how they play this. Here is Young. Finds his spot. Young on the floater puts it in. Trey Young with a miraculous shot. その夜、トレイはニューヨークでひどくこき下ろされました。そしてニックスファンはイライラさせられていたことからか、次のゲームでファンはトレイへの当たりがさらに激しさを増していて、トレイはハゲてきてる、くたばれトレイとコールが起き、さらにはある観衆がトレイに唾を吐きかけたりするありさまだったのです。トレイはきっちりと仕返しをしてやろうと誓ったに違いありません。すると迎えたゲーム5に復讐のチャンスが巡ってきます。チケットが完売し、ニックスファンで満員のマディソンスクエアガーデンで勝ちを収めれば、ニックスファンに苦渋を舐めさせられるのです。Here comes the standing ovation in appreciation of the next season. As Young fires from way downtown and takes a bow. ご覧のように、トレイはニックスファンにとどめを刺しました。しかし、それでもニックスファンには効果がないようでした。It's Trey Young, Valley! No! No! Trey Young!トレイはあまり好かれていないみたいですね。しかしもっとひどい扱いを受けたプレイヤーもいます。というのもケビン・デュラントは例を見ないようなたちの悪いずる賢いファンに恥をかかされたのです。
Watch yourself, dog. Don't do that again. Be respectful out here, motherfucker. Hey, I'm a huge fan. I'm a huge fan, KZ. I'm a huge fan. I'm a huge fan. Like that again. I love that guy. Stupid like that again. I love that guy though. You do the same. I got that on tape. 世界にはいろんなファンがいるものです。そしてラッセル・ウェストブルックもデュラント同様ファンからひどい扱いを受けた選手の一人です。というのも彼は NBA 界隈で鼻つまみ者のファンにひどい屈辱を味わわされたのです。2019年、サンダーがジャズ戦に臨んだ時のこと、ウェストブルックはベンチに座り、静かに時間を過ごしていたその時、ファンが突然暴言を吐くとウェストブルックが激怒したのです。試合終了後、ウェストブルックはファンに投げかけられた言葉を世界に向けて公表し、世論に呼びかけていました。How it started was a young man and his wife in the stands told me to get down on my knees like he used to. And for me, that's just completely disrespectful to me. I think it's racial. I think it's just inappropriate in a sense of there's no protection for the players. ウェストブルックのこの発言を受け、このファンはリーグで最も嫌われた男になったのです。SNS ではこの男の中傷合戦が始まり、NBA の試合に出禁にすべきだ。などと声が高まっていました。そこで、まさにその翌日、ジャズが鉄槌を下ろしたのです。暴言を吐いたファンに対して声明を出しただけでなく、ユタジャズアリーナへのその男の生涯入場禁止を発表したのでした。だったらシクサーズファンも出禁されるべきだ、という人も多いでしょう。なぜかというと、彼らはベン・シモンズの人生をめちゃくちゃにしたからなのです。ことの発端は2021年のプレイオフシリーズ。シモンズはキャリア最悪のパフォーマンスで、シクサーズはあっさりと敗退してしまうと、これに対しファンは発狂していました。Any thoughts on the Sixers? There you go. Ben Simmons! Chips! I'm done with this mother... You idiot. Ben Simmons. You clown. I wore this jersey for you, my guy. I lost my money and my voice for your ass. You ain't shit. You can't shoot. I hate you with a passion. You are a garbage...Player, you're a garbage person. Get Ben Simmons the out of my city. I don't want to see him. Get him the out of here. Just he can't shoot the ball. He's a he's terrible. Ben Simmons. I hate this guy with a passion. Please trade him. Please trade him. Please. Please. I hate this guy. ご覧の通り、シクサーズファンはシモンズの首を取りたいようですね。というわけで、オフシーズンの間彼らはツイッターに場所を移し、シモンズのことをゴロつき、臆病者などと中傷し炎上していました。それが最終的にはシモンズの耳にも入るようになり、2021年8月にはシモンズはシクサーズでプレーすることを拒否し、トレードを要求。しかしその噂が広がり、ご想像の通りひどいことになります。それはなぜか、シクサーズファンはシモンズの人生をめちゃくちゃに破壊することを使命にしていたからなのです。Oh my God, Nils, you bro, Russell Westbrook, bro. Russell Westbrook, bro, oh my God, bro. Russell Westbrook, bro. Hold up, bro. I ain't playing with you, bro. I ain't playing with you, bro. Russell Westbrook, bro. Can't shoot, bro, I'm sorry, bro. All right, bro, I'm sorry, bro. Can't shoot, bro. Westbrook, bro. All right, bro. I love you, bro. I love you, bro. I love you, bro. All right, I love you, bro.そしてシモンズへの嫌がらせは家周辺にも及び、ハラスメントなしに家から出ることができませんでした。このように多くのファンたちは冷酷でしたが、シモンズを身体的に傷つけるようなことをしなかったことが、せめてもの救いでした。というのも、あるファンは、ジェームズ・ハーデンを失明させようとしたことがあったのです。2016年、ロケッツ対ジャズの一戦で第3クォーターの後半、いつものルーティンでハーデンがフリースローラインに立ち準備をしていると、彼は目の端の何かおかしなものに気づきました。この当時のテレビ実況は冷静でしたが、実はこれはただのカメラのフラッシュではなかったのです。この土地狂ったファンは、ハーデンの目にレーザーを照射していたのです。
この行為は失明させる可能性もあったのです。するとこの事件を受け、翌日 NBA は断固たる処置を取り、このファンを全ての NBA アリーナへの1年間の入場禁止を決めました。 NBA はリーグでプレーする選手たちを守らなくてはいけません。特にレブロンの身に起きたことの後はなおさらです。というのも、あるファンは熱烈すぎるレブロンファンで常軌を逸した行為をしていたのです。2010年にレブロンがクリーブランドを去ると、キャバリアーズファンはレブロンを憎んでいました。しかしそのファンの中に一人例外がいたのです。彼の名前はジェームズ・ブレア。彼のレブロン愛はものすごい熱量で、レブロンを取り戻すためであれば何でもするのです。その象徴的なシーンが2013年、キャバリアーズ対ヒートの一戦でした。彼はこの試合に全てをかけることにしたのです。 This is probably the nervous I've ever been. We got a fan on the floor. Oh my goodness. Out of the corner of my eye, I see some kid wearing a white t-shirt, and my first thought was, uh-oh, this kid is gonna try to kill LeBron. There was something written on that shirt, and it said, come home, LeBron. I just tapped him, and when he looked at me, I said, we miss you here, LeBron. Come back home. If you want to come back, we'll support you. That's when the security got to me very quickly, and LeBron actually kind of put his hand up, almost like, hold on, reached out, gave me a high five, gave me like a little hug, tapped me on the back of my head, and I was banned for life from the Quicken Loans Arena. I had to spend time in jail. この男の子はレブロンに戻ってきてほしいと懇願して刑務所送りになり、厳しい処罰にはなりましたが、最終的にこの行動は報われるものとなります。その数ヶ月後、レブロンがクリーブランドキャバリアーズに戻ってきただけでなく、彼はキャバリアーズに掛け合い、この少年の出禁を解くように交渉し、レブロンが少年の人生を変えるものとなりました。しかし、みんながこのファンのようにラッキーなわけではありません。ボストンセルティックスファンの例を見てみることにしましょう。セルティックスファンがウォーリアーズをケチョンケチョンにけなして、うまく逃れられると思っていたあの一件です。2022年のファイナルのゲーム3で、セルティックスファンは配慮に欠ける発言を繰り返します。 I hate Golden State. Draymond Green, if I could Nancy Kerrigan and take a 2x4 to his kneecap, I would. This ain't California, this ain't Golden State. We're not a bunch of software developers. Draymond's a straight up. セルティックスファンの攻撃はこれだけではありません。なんとゲーム中でもドレーモンドを攻撃し始めたのです。そしてこれがウォリアーズの逆鱗に触れることとなります。ゲーム後の記者会見でクレイ・トンプソンはこのように語っていました。What were your impressions of the crowd and the environment tonight, and how much was that a factor in the game? It was not a factor. We played in front of rude people before, dropping F-bombs with children in the crowd. Real classy. Good job, Boston. それでもセルティックスファンは、クレイの苦言を聞き入れるはずもなく、攻撃の場をツイッターへと移し、ウォリアーズに向けて、ありとあらゆる暴言と中傷をし始めたのです。しかし、ゲーム6に突入し、セルティックスはあと1敗で敗退が決まるという時、セルティックスファンは墓穴を掘ることとなるのです。なんと彼らは選手の家族までも標的にしてしまったのです。さらにあるファンはカリーの妻を標的にし、愛車カリーは料理が下手だと書かれた T シャツを売ったのです。するとこれがウォリアーズに火をつけるものとなってしまいます。I'm your host, Stephen Curry, proud husband of Ayesha Curry, proud son of Del Curry, proud daddy of the Boston Celtics. 今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。